今回は人気シャワーヘッドの特徴について簡単に紹介したいと思います。早速紹介していきます。まずはミラブルシリーズです。ミラブルシリーズの大きな特徴は最高価格帯のシャワーヘッドであることで、だいたい3万円以上します。スト機能に加えてトルネードスティックを装着して使えます。ミラブルにはハローキティバージョン、通常のミラブルよりも高機能なシャワーヘッドも登場しています。こちらがボリーナシリーズです。ボリーナシリーズはそれぞれに違った機能が備わっています。これはライトターン機能です。こちらは塩素除去ができます。これは大人気のボリーナニンファプラスです。で、価格は1万円前後と機能と価格のバランスが取れたシャワーヘッドです。こちらがリファのシャワーヘッドです。特徴としては散水面が広いことです。ミラブルのシャワーヘッドやボリーナに比べても散水面の範囲が広いです。よって一度に広い範囲を洗い流せる特徴があります。こちらがアラミックシリーズです。アラミックシリーズは節水能力が高いです。小さな穴の散水穴や、あとは止水ボタン、水流調整機能、またこちらの 3D 機能といったユニークな機能など幅広い機能が備わっています。最後は人気シャワーヘッドシリーズの一部のシャワーヘッドを紹介します。こちらがクレイツイオンイオムです。ダイヤルで水流を切り替えられます。また散水範囲が広い特徴があります。こちらがピュアブルシリーズのピュアブル2です。散水範囲が狭く設計されて非常に軽い作りです。こちらはナノフェミラスです。散水板が特徴的です。あとはこのシャワーヘッドの部分を取り外しても使えます。この状態で使うこともできます。最後にこちらがバブリーミスティです。バブリーミスティはこのダイヤルを回すことで水流を調整できる機能に加えて止水機能まで備わっています。先ほど紹介したシャワーヘッドについてはピッチエコのウェブサイトでも紹介しています。